Hello, what's up, guys? My name is Lian and welcome to my video. ということで皆さん、私ついにアカウントレベルが190になったということで、今回は虹色のシーハルクを解放することができました。ということで今回はハルクって筋肉がもうムキムキすぎて野生で釣りとかして育ってそうじゃないですか。なので今回は様々な新しい魚も追加されたということで、シンプルに釣り縛りをやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツ釣り釣り。はい、ということでやってきました、虹色ハルクで釣り縛りをやっていきたいと思います。今回は釣り縛りということで、まあ、武器とかも全部回復も、まあ、新しい魚も釣れるようになったということで、そうだね、釣り縛りをやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。お、8分がいいね。最速いいぞ。でまあね、今回はちょっと戦闘も結構入れたいから早めに全部釣っちゃって、でもね、戦いに行きたいと思います。いや、それにしてもちょ、毎回これさ、縛りの方集中しちゃってさ、スキンのことを忘れちゃう。この虹色のハルクさ、虹色の層よりもめちゃくちゃなんか全身タイツが虹だからめっちゃ綺麗じゃない、層よりも。しかもこういう風にさ、視点を動かすとなんかその虹の面積っていうのかなが多い分、めちゃくちゃ僕は気に入ってます。ちなみに今回のバトルパススキンの中でも、そう、あ、ハルクは2番目ぐらいに好きなんで、まあ金の時も言ったと思うんだけどね、本当にめちゃくちゃ気に入ってるスキンだから嬉しいよね。まあ赤ハルクも確かにさ、人気じゃん今。なんかこの前のチャレンジで赤ハルクみたいなのがあったと思うんだけど、やっぱこの虹ハルクはもう特別感がすごいよね。そう、僕やっと190レベルで解放できたからさ、まだね、持ってる人めちゃくちゃ少ないと思うんだよ。アジアでも多分本当に10人いるかいないかじゃない。さすがにもう少しいんのかな、どうなんだろう、全然わかんないけど、まあ、YouTuber の中では間違いなくめちゃくちゃ少ない方だと思うからね。まあ、最初の方はこのスキンを楽しみつつ、特別感をね、持ってやっていきたいと思います。いやー、魚めっちゃ釣れるな。来い来い。おお、やば。え、それはやばい、それはえぐい。もうこれ勝つしかないじゃん。そんなん勝つしかないでしょ。もう少しじゃ回復をゲットしたら行こうかな。どうこれ、虹ハルク、皆さん的にはどうなんだろう。結構さ、虹層の時は虫みたいとか言ってたけど、意外とね、なんか虹がこう動くからね、なんか虫というよりは本当に綺麗なスキンだと思うんだよね。え、髪の毛めっちゃバグってんだけど、やば、やばいやばい。なんか葉っぱみたいになってる。しかもちょっとだけ、おお、なんだこれ、気のせい、ハゲてないよね。カツラがずれちゃって治らないみたいな。あ、水に入ったら治るのか、治りませんね。敵ちゃんどこかな。あ、ちなみにハルク戻るとこんな感じです。このスーツも、このスーツの姉ちゃんもめっちゃ可愛いよね。普通におしゃれじゃないこのスーツ。ハルクに戻るか。パルクの方がなんか力強い感じがあっていいね。スーツの姉ちゃんは細身でいいけど、なんかダイナモ感があるよね、やっぱこのスキンは。あ、やばいやばい、あれいるな、いった。でもちょっと前になんか追加されたハルクスマッシャーとかもあったと思うんだけど、今回普通のハルクも追加されるのかな。なんかフォートナイトといえば結構男バージョンと女バージョンみたいなスキンあるじゃん。だから、まあ、ハルクも女子シーハルクだけど、これは普通に男ハルクも全然あり得るよね。合体ブルータスみたいな感じでさ。追加してほしいんだけど、普通に男ハルクも、ハルク結構好きだからな。もうなんかかっこいいよね、とにかくめっちゃ強い、純粋なる強さっていうの。はいはいはい、いいね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 、いいよいいよ、こういうこと、こういうこと。
あ、いや、え、やばい、やばい、え、待って。ちょっと待って。え？え？釣り、え、ちょっと待って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 。何？レインボーチャレンジですか？やばい。全然スラッピース釣れないんだけど、なんで？やば。やばいですね、これは。これは動揺するわ。オッケー。マジ申し訳ないわ、皆さん。ちょっとね、スラープのとこ全部釣ったの。全部釣ってスラープフィッシュ2匹しか出なかったっていう。やばくない？ちょっと、新しい、釣りポイントでいろんな魚が増えたって言って喜んでたけど、スラープの釣りポイント全部釣ってスラープフィッシュ2匹はさすがに、びっくりだな。虹ハルクよりびっくりしたわ、ちょっとこれは。そこに敵が1人いますね。詰めるよ。あ、じゃあスナイパー持ってんだったら忘れてた。そう、めっちゃね、武器とね、武器とあとあのアンコウみたいな金の魚めっちゃ釣れた。その2匹じゃねえわ。武器とそればっかだった。あとフロッパーか。よし、うん、残り4人。オッケー、行くぞー。ハルクも全員一瞬でもみな倒しだ。もう覇気使えそうだもんな、ハルク。Cハルク、みんなこれさ、俺ハルクって呼んでんだけどね、Cハルクって呼んでんのかな。なんかハルクでいいよね。女子ハルク、女子ハルクかな。残り4人。急げ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 。やばいやばい、やられちゃう。終わっちゃう、終わっちゃった。ん、何？オッケー、ジジー。やばい、また落とされちゃう。怖い。あと1人じゃん。残り1人だよ。え、いつの間に。やばいやばいやばい。ハルク決めるぞ、最後かっこよく。行くぞ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 。詰めろ、登れハルク。うわうわうわう。ハルクってどんな声、女シーハルクってどんな声してんだろうね。僕映画でシーハルクって多分出てないよね。想像がつかない。男のハルクだったらもうめっちゃいかつい声してるだろうけど。やばいな。あっ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 、はいやー、ほい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 、あ、やばいやばいやばい、ハルク登って。ダサい。そこ、あー、落としちゃった。ダメー、ノー。ごめんごめん。ということで、今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。シーハルク、虹色のシーハルク、かっこいい、かわいい、セクシーと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今回も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。